行ったとこです。おお、ありがとうございます。昨日は南海公演でした。ナンバー笑顔開花宣言公演でした。そうです、初めてのお家から配信です。はい、こんばんは、こんばんは、やっほー、やっほー。つけました。こんばんは、こんばんは、こんばんはしか言ってない。超絶ゲリラライブなんですけど、いっぱい来てくださってありがとうございます。何分ぐらいするかも全然わかんない、決めてないんですけど。さくちゃん曰く、やよいちゃんは動物に例えると山猫か虎。え、どういうこと、え、どういうことどういうことですか。そうなんだ。なんで黄色に変わったの。あ、昨日はね、ジオンさんがいなかったので黄色が一人になっちゃうので黄色を着ました。イエーイ、こんばんは、こんばんは。何話そう、何話そうかな。めちゃくちゃゲリラで、もう本当に何にも考えずに、昨日のね、あの公演後にしたかったんですけどできなかったので。ピンクのお洋服ありがとうございます。かわいい、ありがとう。ピンク、せっかく着替えたのに全然映らないっていう。こんばんは。スポキン面白いですね面白いですか。めちゃくちゃ恥ずかしいんですけど頑張りますね。スポキン、お疲れ様です、お疲れ様です。実は足遅いですってばかり、みんなに突っ込まれてた。そう、突っ込まれてました。まこちの初日はどうでしたか。まこちの初日はね、新名だったんですよ。歌割りとかが一緒で、めっちゃなんか名とかもあって、尊敬する先輩メンバーある、佐渡のはるかさんと物部杏樹さんです。一生言ってるんですけど一生言ってます。チェックを出しますね。そう、あのペアでした。ごめんね好きになっちゃってとか、ペアでしたね。サカサカコンビでは癒されない話。サカサカコンビはね、強、ちょっと強いじゃないですか。なんかこう、なんて言うんだろう、なんかこう癒し系じゃないじゃないですか。引っ張る系じゃないですか。あの二人は仲良しなんですけどね。3人のグループをこの前作りました、 LINE の。なんかマコがずっとそのグループ名考えてたんですけど、あ、ペンライトちょっと待ってください、全然アイテム読んでなかった。最初から読みます。達也さん、ハートありがとうございます。ハッシーさん、ハートありがとうございます。リクパパさん、ありがとうございます。ハート、あやちゃん、ハートありがとうございます。やまちゃんさん、ペンライトありがとうございます。あやちゃん、だるまありがとうございます。よし、そう、なんだっけ、どこまで出したっけ。あ、そう、全然決まんないみたいな言ってて、結局夏の恋はあなたと死体になりました
なんで？はじめまして、はじめまして。なんか家からってちょっと緊張しますね。3人の名前できた、さかさかやよそのままさかさかね。そう、夏の恋はあなたとしたい、したいのたいはあのなんとかたいのたい前髪今がベストの長さ。あ、そうですね、私は長め、この眉毛と目の間ぐらいがデフォルトです。家からは候補生の時ぶりかな。そうですね、候補生の時、しかもラジオだったんで、私そう顔出しおうち配信を始めてですね。アンジュさんと生き物がちょっとイチャついてるな。ちょっとそうですよね、思いません？なんで？あ、今日が初めて。そう、はい、あのお家からは初めてです。弥生坂、あ、いいじゃないですか、弥生坂。勝手に通うかな、グループ名お部屋にぬいぐるみ何体ある？何体？なんかめっちゃぬいぐるみ大好きで。あ、かきさん結婚してありがとうございます。私はまこと結婚するので無理です。変えてみて弥生坂、確かに弥生坂にしよう、今度後で終わったら。そう、ぬいぐるみね、昔大好きだったんですけど、なんかあのお母さんほこりダメなんですよ。でちょっとほこりがやばくなってきちゃったので、あのいっぱいバイバイしました。今こいつに座ってましたなんでしょう、これはどんなぬいぐるみ持ってんの。あ、これ、うん、まやさん、アイス、まやちゃんアイスありがとうございます。アイスが一番大好き。なんでしょう、これ。猫？何それこれはティッピーです、ティッピー。待ってください。うん、まやちゃん、きくちゃん、まやちゃん、くまありがとうございます。きくちゃんさんありがとうございます。海派かな、これは海派のくま、ありがとう。家派かな、わかんないんですけど、ありがとうございます。かきさん結婚してありがとうございます。まこちと結婚します。りくパパさんアイスありがとうございます。あやかちゃんありがとうございます、ハート。ティッピー、ティッピーです、ティッピー、ティッピー、ティッピーにドンって座ってました今までうん、お手紙ありがとうございます。まやちゃん誕生日の、あ、見読めなかった。誕生日のおすすめの覚え方、誕生日のおすすめの覚え方なんだろう。うん、でもなんかこの子は何月顔だなって感じで覚えてます何派？家派です、家派。家か山派です。海はちょっと怖いんで。そう、私はね誕生日覚えてもらいやすいんですよ、3月なんで。3月生まれの弥生なんで。家の中はね結構ピンクが多いです。クッションとかもピンク多めです。何月が分かるもん。でも美咲、坂田美咲ちゃんは夏顔じゃないですか。夏顔で11月、11月
だからって感じ。3月2日です。まこちは8月、あ、わかります、まこちは8月顔。まあ冬って言われたら冬って感じもするんですけど、坂田夏樹嫌いらしい。めちゃくちゃ意外。なんか海好きそうじゃないですか。アミちゃん何顔？でもアミちゃん5月顔。アミちゃん5月顔です。何月顔どれくらい当たるかは ANA で検証してもらう。したいですね。私結構何月顔当てるの得意ですよ。こんばんは。こんばんはです。たくさんありがとうございます。はじめまして。初めてのおうち顔、おうち顔じゃない顔の話だから、おうち配信。アンジュさんはでも6月納得ですね。リアルお話し会とかでいろんな人、何顔か当ててほしいな。確かに楽しそうですね。めっちゃいろんな何顔が来てます。愛香さん、愛香さんはなんだろう、でも冬かなって思ってました。12月とか違った、4月でしたね。何月か何月顔、あきら先生何顔、何月顔、あきら先生はちょっと強すぎてわかんないです。なんか、なんかこういろいろ聞い取られて髪の毛とか服とかに、顔がなんかあんまりなんか何月顔っていう、こんなこと言ったら怒られそうなのでちょっと、こんばんは。そう、周りが強すぎてちょっとわかんないですね、あきら先生。あ、そう、ティッピーはあの「ご注文はうさぎですか?」っていうアニメのキャラクターです。あきら先生とみーきさん同じ誕生日、あ、なんか言ってましたね。年に1回 LINE するって言ってました。ありがとうございます。ペンライト誰だっけ、まやちゃん、ありがとうございます。黄色、昨日の公演黄色目立ってた。お、ペンライトありがとうございます。山ちゃんさん、シロちゃん、スズラン、ありがとうございます。ウサギ寝てる？これね、寝てない。なんか本当丸い目なんですけど、ティッピーです。スーパーサブさん、星ありがとうございます。もう15分経っちゃった。黄色似合ってたよ、ありがとうございます。そう、昨日はね黄色の衣装だったんです。いつもピンクで出るときは出させてもらってるんですけど、黄色でした。こんばんはやよ、こんばんはやよ。もう今日はゲリラだし何も考えてないんですけど、何分までだろう、今何分だろう、時計がねないです、ごめんなさい。泡風呂写真送って、なんで知ってるんですか、泡風呂写真の件。さてはリサだな。
部屋の模様替えしたい。私ね結構しょっちゅうお部屋模様替えするんですよ。バナナさん、ドーナツじゃない間違えた、ハートありがとうございます。あやかちゃん、音符ありがとうございます。今21時2分だよ。21時2分が21時15分ぐらいまでやります。お部屋にもピンク多い、めっちゃ多いです。ピンクよいしょ。2体目寝てるウサギ。ドーナツとハートって似てるのか。似てないですね。うん、リカちゃん、クマありがとうございます。海派かな。ナナちゃん、クマありがとうございます。可愛いもの紹介始まってた。ワイの部屋、ヤウイのグッズ専用ブース完成した。え、すごい、見たい、見たいですね。母の日のプレゼントは明日、明日します。ケーキ買います。リカちゃん、テレビありがとうございます。お気に入りの私物紹介する配信してほしい。あー楽しそうですね。ナナタン、アイスありがとうございます。グッドスプーン行く予定あります？え、グッドスプーン行きますよ。なんかメンバー同期で行こうって言ってて、うん、あゆちゃんハートありがとうございます。ケーキはホールで買う、ホールで買います。髪の毛はねストレート、なんか毛先だっけ、くるってしてます。うなちゃんハートありがとうございます。やまちゃんさん、くまありがとうございます。あゆちゃんかわいい、ありがとうございます。やおやおの固定ヘアかわいい。え、私も固定ヘアめっちゃ好きです。自分でできないんですよ。でもメイクさんにしてもらう時じゃないと。チーズめっちゃ好きです。なんかミクチャの時の癖でアイテムもらったらありがとうございますって言っちゃうけど、そんなにショールームで言ってるの聞いたことない。なんか見たことないアイテムとか結構ありますよね。高校卒業したら髪染めたい。あーそうですね。なんか明るい茶色にしたいです。私はお人形さんみたいな色にしたいです。モタンさんありがとうございます。公演でヨウちゃんのパフォーマンス見れて幸せでした。本当ですか。ミルクティー色に合うと、え、ミルクティー色やりたいです。なんかすごい、なんだろう、例えが思いつかないんですけど、なんだろうな、ちょっと明るい、ちょっと昔 3,4 年前の白石麻衣さんみたいな、そんぐらいの髪の毛にしたいです。
JK ブランド、そう JK ブランド中は黒髪で、研究生のうちはダメだよ。そうなんですよ、研究生昇格したら、高校卒業して昇格もできたらお人形さんぐらい茶色く染めます。身長164センチあることに驚きました。うん、よく言われますね。なんかね、身長低く見られることもないかな。でも高いって言ったら、あ、高い、高くもないんですけど、和田美優さんぐらい。あ、和田美優さんめっちゃ明るくなってましたよね。でもなんか和田美優さんはなんかあんぐらい明るいの似合います。なんか私もうちょっと茶色っぽい感じ。そう、本当に 3,4 年前くらいの白石麻衣さんの髪型本当に好きで、ふわさんが高いですよね、身長。めっちゃスタイルが、顔もちっちゃいので余計に。なんかでもふわさんとも結構新名のこと多くて、無言になっちゃったそう、ふわさんとこれふわさんのショールームでバラされたんですけど、恋と愛のその間には、新名の時になんか顔見合わせるんですけど、結構ニヤついちゃって、私なんかそれで釣られてにやけるからやめてって言われましたそう、昨日の公演でにやついたら私謝罪の前しないといけないっていうことになってたんですけど、セーフだったかな、聞くの忘れてました。そうなん、爆笑そうなんですよ、謝罪の前、そう昨日にやついたら謝罪の前なっていう話だったんですけど、ふわさん、弥生、みおちの研究生、高身長3人で何かしてほしい。そうですね、なんかしたいですね。よくあやぴょんとニヤニヤし合うよね。え、ニヤニヤ、ニコニコですよ。こんばんは。ちょっと何分か分かる方いますか。みおちとは身長、みおちの方が1センチ高いです。アイピと 50m 走して、あー、イカさんと 50m 走したいですね。10分だよ、 ありがとうございます。あ、12分になったみたい、あと3分ですね。めっちゃゲリラなのに来てくださってありがとうございます。ありがとうございます、皆さん教えてくださって。運動会やってほしい。そうですね、運動会私もやりたいです。スポキン派のキャラで行くの。そうなんですよ、なんかああいうキャラになっちゃって、
みおちの好きなところ教えて。え、なんだろう、みおちはお姉さんっぽい時もあるし、でもなんかふわふわしてめっちゃ甘えてくる時もあるし、うーん、可愛いしなんかそういうところが可愛いし、なんだろうな、となんかめっちゃ頑張るんですよ、みおちって。多分知ってると思うんですけど、そういうところが好きです。めちゃくちゃ練習してるところが好きです。なんかみおちが頑張ってたら結構頑張ろうって思う、一緒に頑張りたいなって思います。ど根性全員初日を迎えるね。そうなんです、松作に来てください。一緒に出れるのが本当に嬉しい。でも4人で出たいんですよ、いつか。ゆうみを大好き、やったー。よくねセットにされがちです。ど根性フル出演の南海公演見てみたい。私もフル出演したいです。14分。じゃあそろそろランキング見ますね。サクパン呼びを定着させようとしてた。え、本当にいいのかな。サクパン、勝手にサクパンって呼んで、サクパンランキング読みますね。と13位、あ、ちょっともう入ります、勝手にランキングに。13位、シロちゃん、ありがとうございます。12位、あゆちゃん、ありがとうございます。11位、ジュニアさん、ありがとうございます。10位、あやちゃん、ありがとうございます。あやちゃん。9位、りかちゃん、ありがとうございます。りかちゃん。8位、仕事中秋さん、ありがとうございます。7位、ともたんさん、ありがとうございます。6位、やまちゃんさん、ありがとうございます。5位、あやかさん、あやかさんじゃない、あやかちゃん、あやかちゃん、ありがとうございます。そして4位、まやちゃん、ありがとうございます。ハート。3位、りくぱぱさん、ありがとうございます。3位じゃない、2位、きくちゃんさん、ありがとうございます。1位、ななたん、イエイ、ありがとうございます。もう本当にゲリラでちょっとしかできなかったんですけど、ありがとうございました。また来てください。バイバーイ。